こんにちは、高峰かなです。今日はこちらの島からスタートになります。スペード島、ありがとうございます。はい、前回の動画の最後で言ったんですが、予想通りハート島、丸島、三日月島、そしてスペード島、今日見つけたスペード島というように、おそらくダイヤモンドの形で島があるんじゃないかということで予想して、今こちらにたどり着きました。今日もペーパーマリオ折り紙キング遊んでいきましょう。よろしくお願いします。さあ、早速ひどい目に遭っているキノピオがいますね。ちょっと穴の開け方がすごいな。スカスカ穴、これだけ？まあ叩こう。叩けるもの全部叩きます。よし、どう？ちょっとかわいそうな目に遭ってるんだけど、あの子。
よしよしよし、いいね。傾けてみる。うわ、綺麗だね。これね、リモコンで操作してるからね、ちょっとやりづらさはあるんだけど、ちょ、上に上げてみます。なんか、これが限界？おい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 、お前たち、くれよ、それくれよ。言ってないよ。知らないな。わーいって言われちゃったらな、やる前から喜ばれちゃやるしかないよ。こらしょ。よし、ハテナブロックもこれでおしまいか。とりあえず探すか。いるんだろう。な、先制攻撃したと思ったのに。ハンマーブロスだ。いるな。めんどくさそうなのがいっぱいいるな。え、これ難しいね。ちょっとさ、キノピオにやってもらおうか。このぐらいでやってくれるかな。動かしてくれるかな。え、こっちをずらすの。え、こっちをずらしてどうするの。あと2回。こうして、こうしろってことか。なるほどね、頭いい。パテクリボをマリオのブーツでいけたりして。せーの、いけるわ。強くなってる。やっぱちょっとハンマーブロスは嫌だから、キラキラアイアンブーツ使っちゃおうかな。あれ、なんだろう、一番後ろの。いや、めっちゃ強い。さすがマリオさん。たまに優しい敵も出てくれるんだな。ありがたい話だけど。あっ、あ、先生取られた。マジか。違うの、敵はもう。これさ、
必要かな。ちょっとどれだっけ、アイテムだっけ、キノピオレーダー、よし、ちょっともったいないから。こっち側だ。次。よいしょ。わー、ウェーブバトルだ。よーし。まぐれで見つけた。あと3人。はドア
はまずいんじゃない？感情のままに踊ろうよ。あ、そういう文句、歌い文句なんだな。クラブ島ね。ここにいるから助けてあげようよ。ちょっと大丈夫？あー、いいの？じゃあ、お願いして。出たかな。制限かかっちゃったー。よし、案の定、このマーク。さあ、メモが揃ったけど、これでいいのかな？あ、はあ、まだあったのかな、お宝とか。これはないわ。あとは、話せるけど、はい。なんですね。じゃあもう帰るよ。私あたす、あたす帰るよ。いいの？いいんだね。じゃあ帰ろう。うん。で、今改造開いて、メモしておいたマーク見ます。はい、見よう。でね、そうなのよ、真ん中にダイヤの島があるということなんだけど、本当に？ああ、このこっち側だね。この辺にあると思われるんだけど、違うかな、もうちょい先かな。この辺？この辺？上杉かな？上杉謙信か？この辺？でもこの辺にないとさ、あの地図が嘘になっちゃうけど、潜ってみる？違うらしい。メモしたマーク、これはどういうことなんだろうか。改造開く、この辺にないとなると、私の手が外れましたね。お宝見つけようかなということで、だから探索隊をしております。どこに宝物があるかな。何も行ってみて。こっちかな。なんかさ、竜宮城みたいなところがあったりして、なんかね、竜宮城みたいなところがあったら面白そうなんだけど。よいしょ、すごーい。よし、どうしよう。宝はゲットしてるけど、何をしたらいいんだろう、この後。まだ島があるのかな。 DJ ブースゲットだぜ。
ちょっと知る、なんかね、面白い場所があったから、ちょっと、何があるんだ？ああ！また、君か、君たちか。みたいなアーチだったからつい、よいしょ、なんだ、おお、ボスゲッソーだ、ゲットだぜ。よし、さてここも宝箱があるらしいと。ん、これか。お、このままあった。いいね。まだいるのかな。よし、折り紙職人の作業机ゲットだぜ。ですね、お宝探しをしていたらこんなものが目の前に現れました。これだよね、ダイヤ島。ちょっとここにお宝があるっぽいので、ここをとりあえず調べてみようか。だっているんでしょ、お宝ちゃん。あった、普通にあっさりあったわ。よし、これでお宝はとりあえず教えてもらったものを含め、イノビオード棺ゲットだぜ。全部回収完了かな。で、目の前に現れたこれですよ。あれ、めちゃくちゃ気になる。とりあえず目の前まで行ってみる。ダイヤの形をしているけどね、どうなんだろうね。何島？大海原にそびえ立つタワー。これは海原タワーだな。海原タワー。もうちょっと形がちょっとギリギリよ、それ。海原タワーギリギリだな。さあ、これで。行ってみますってことで、オリビアのね発言が変わったので、とりあえず次回は紫テープのこの海原タワーに行きたいと思います。ちょっと嫌な予感がするけれども、これは後で倒しておきます。それではこのままちょっと危ない状態ですが、ここでお別れです。また次回お会いしましょう。カンナでした。じゃあの、バイバーイ。